ではその私の三角座、今実はどんな星座の星に含まれているかちょっと見てみましょうね。ドン。少し緊張した表情でプラネタリウムの操作席に座る小柄な女性、スクリーンに星座を映し出していきます。大崎市に住む高校1年生の佐藤由衣さん、15歳です。由衣さんは大崎障害学習センターの天文台で職員のアドバイスを受けながら彗星の明るさを調べています。長い尾を引く姿からほうき星とも呼ばれる彗星は、塵や氷でできている小さな天体です。この日は今年5月に最も明るくなると予想されているパンスターズ彗星の観測に取り組みました。他の研究に比べて日常生活で使えるってことは少ないと思うんですけど、ロマンがあるみたいなところが好きでやってますね。彗星は最初に発見した人が名前をつけることができます。ユイ彗星とか、ちの犬の名前をつけます。ユイさんが自宅で飼っているミニチュアシュナウザー、名前はワンコ。いつかワンコ彗星が夜空に輝く日がやってくるかもしれません。ユイさんが星に興味を持ったきっかけは、小学4年生の時授業で訪れたプラネタリウムでした。以来時間を見つけては通い続けました。皆さんこんばんは。今では天体観測やプラネタリウムを上映する市民ボランティアの中心メンバーに、解説を務める同じボランティアの和田直彦さんの進行に合わせプラネタリウムを操作するのが由衣さんの役割です。和田さんとコンビを組むようになって1年ほど、すっかり息はぴったりです。こちらの星の集まりになります。この辺になんかこちゃこちゃと集まってますよね、はい、これちょっと拡大してみましょう。こんな感じですね、はい。名前プレアデス星団と言います。日本ではね、このスバルという星になります。今夜の担当は、佐藤凛と天文ボランティア和田直彦でお送りいたしました。私なんかも特に追い越されてしまいましてですね、はい、逆に教わりながら頑張ってる、勉強していることがちゃんときちっと身についているかなというのは感じますね。深く考えなくていいんで、なんか星きれいだなってぐらいで、悪くば星に興味を持ってもらえ、より深く興味を持ってもらえたらいいなって思ってます。由衣さんにはもう一つ取り組んでいる研究があります。流星です。古川黎明高校の自然科学部に所属している由衣さん、この日は先輩が今月4日に撮影した四分儀座流星群の画像を使って流星の色の変化を調べ、構成する元素を特定する研究をしていました。実験器具は手作りです。解説光子って言って、この光、入った光を分光するっていうか、成分によって色分けするやつです。夜空にきらめく一瞬の光、流星。夜通し撮影してもカメラで捉えることはなかなかできないと言います。今回撮影に成功したのはわずか1枚。流星の研究は気が遠くなるような地道な作業の積み重ねです。もうちょい上かな、こんなもんか。大丈夫じゃないです。はい、OK です。
いい感じに撮れたので良かったです。普段おとなしいですけど、まあ粘り強いっていうか、粘り強くいろんなことやってますね。あの研究とか撮影とか。自然科学部は全国から高校生が集まる研究発表会で優秀な成績を収めてきました。ゆいさんには成し遂げたい目標があります。なんかすごい成績残してるんで、私の代だけ一つもないのは嫌なので、一つぐらいは何か残して引退したいと思ってます。県で勝ち残れるようには頑張りたいと思ってるし、あわよくば全国大会も行ってみたいです。文化部のインターハイともいわれる全国高等学校総合文化祭、総文祭。今年11月の県予選で上位に選ばれれば、来年夏に和歌山県で開催される総文祭に出場することができます。ゆいさんたちは一つでも多くの流星を観測し、データを集めて分析することを目標に掲げています。流星を取ることですね。できるだけ多く流星を取ることを目標にしています。高校生のアマチュア天文家、佐藤由衣さん。星の輝きに魅せられた15歳は、望遠鏡の先に大きな夢を抱いています。